こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サーストンサマー、これは好スタート。ローブキャスター、この馬も好スタートを切りました。パープルラーリー前に行きそうです。ローブキャスター、それに続いています。さらにはステージチャンプ2番サーストンサマー、その後ろアワット、どうやら後方からの競馬では、前の方から先手を取ったのはパープルラーリー、その外にローブキャスター、好位置をキープしています。ステージチャンプ並んで2番サーストンサマー、ダブルキネマ、この馬もこのグループ、内からはスーパークラウン、さらにはグッドビジョン、黄色の帽子、セプテンバーハイネス、その後ろ、その外からスターオブコジーン、並んで12番クイーンインコマンド、ドクターシャルマ、この馬もこのグループ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはパープルバーリー、すぐ後ろにローブキャスター、ステージチャンプ好位をキープ、黒の帽子サーストンサマー、その後ろすぐ隣にスーパークラウン、並んで6番ダブルキネマ、グッドビジョン、すぐ後ろ、その後ろにビーチポイント、その外からセプテンバーハイネス、オレンジの帽子スターオブコジーン、その後ろクイーンインコマンド、すぐ後ろ最後方にドクターシャルマン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はパープルバーリー、まだ粘っています。ローブキャスター、ほとんど差がありません。3番手にステージチャンプ、絶好の手応え、ステージチャンプいい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはステージチャンプ、ステージチャンプ先頭です。引き離しにかかりました。2番手はアワッド、残り 100m、 ステージチャンプ先頭、2番手はアワッド、ステージチャンプゴールイン、ステージチャンプ1着、2着にはどうやらアワッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.